玉城勝彦は日本のビオラ奏者、指揮者、教育者、東京芸術大学器学科卒業、同線講科修了。国内外各地のオーケストラでビオラ奏者を務め、ニュルンベルク交響楽団と東京フィルハーモニー交響楽団では主席奏者を歴任した。独奏や室内楽の分野においても多岐にわたる演奏活動を展開した。1995年には、 アルフレッド・ショッパー、デトマール・テツラフ、小林人志らと室内楽グループ、ニュールンベルグ・ムジーク・コレーゲンを結成。国内各地で演奏会を開催したほか、ドイツとオーストリアへの演奏旅行も行った。指揮法を渡辺明夫に指示し、指揮者としても国内各地のプロオーケストラと共演した。2003年にはバリトン歌手の米谷竹彦と共にプロの器楽演奏家。 声楽家からなる東京エラート室内管弦楽団東京エラート全画を設立。同団の指揮者に就任し、以後20回にわたるすべての演奏会を指揮した。以上の活動と並行してアマチュアオーケストラの指揮、指導にも積極的に当たった。東京大学音楽部管弦楽団のトレーナー、指揮者を18年にわたり務めたほか 同団卒業生を中心に結成された東京アマデウス管弦楽団を30年にわたって指導した。さらに、1991年よりコンセール21管弦楽団の音楽監督を務めるなど、数多くの団体の指導に携わった。また、バイオリン、ビオラの教師として多くの職業演奏家及びアマチュア演奏家の育成指導を行った。ありがとうございます。